今日はお好みで行ってみましょうはい帰ってきましたお部屋に、えー、もうどんどん新しい流れになっちゃうので伝えなくちゃいけないことは伝えておきますえっと、Facebook やってらっしゃる方 あのー、ほ、ほんまさんもう今、友達削除してブロックしたので、ちょっとはっきり、あの、動物愛護のやっている、確かほんまなんとかさ、男の人の、あれ、犬抱えているなんかアイコンなんですけども、その方が前に、あの、友達申請してきて、で、私、動物愛護のことは以前からやりたいと思ってたので、あの、4月にね、東京行った時にお会いする予定にしてたんですよ。 で、昨日か一昨日かなんかの投稿で、何か、あの、予算がないから寄付してくれ、みたいなのが書いてあったので、そこにコメントでね、あの、具体的に、あの、少額ですけども、寄付させていただきたいと思うんですけども、どちらにどうしたらいいですかとコメント残したんですよ。そしたら、それを見ていただいた方が、あの、メッセンジャーいただきまして、彼は詐欺師ですよ、というところで、あの、もう友達も削除してブロックしましたけども、 あの、お気をつけください。動物愛護ね、保護犬とか、保護猫ちゃんとかのことで、あの、いろいろそういう詐欺みたいなことをやってる人は多いらしいです。ね、街の中でやっているペットの、あの、寄付金がなんちゃらって言ってても、あの、本当にそこに行くかどうか難しくあったりするし、あと、あと、不安ビジネスね、Facebook。大体ね、Facebook で向こうから申請してくるっていうのは、まず要注意と思った方がいいです。はい。 で、えっ、ー、と、私、あの、あとね、もう一つ、不安ビジネスといえばね、上田未来っていうのがいるんですよ。で、彼、何年、2年前ぐらいにセミナー行ったりして、交流あったんですけども、今は一切ないんですが、彼も不安ビジネスの詐欺師です。以前捕まったこともある方です。一応念のためにね、えー、お伝えしておきます。人生ってパズルみたいなもんだから、一つのキーワードがあったら、シェアすればみんなが、あと思うじゃないですか。はい。 えー、あとはあ、とりあえずそこかな。で、えー、昨日パステル画を描いた、あの、ワークショップ。その絵がこちらになります。ちょっとね、なんか粘土みたいなのがあったから、先に粘土を貼り付けて、そこから描いていったの。パステル画。で、私が好きな絵っていうのは、絵っていうか抽象画は、まあ、こういう風に見てもいいし、 こういう,ふうに見てもいいし、いろんなね、だから、よ、4つの角度から見れる。そういうのを、まあ、以前もちょっと遊んだことあるんですけど、パステル側初めて。です。こんな感じで。で、いいきっかけをいただきましたのでね、えー、書いていきたいなと思ってます。これをこれからフレームに入れます。フレームに入れるとどうなるかお届けしましょう。ガーン。 A4 サイズのフレームを買ってきたんですけども、この絵の画角は A4 ではなかった。残念。っていうところは、ではどうしたらいいかというのは要はこの絵をくしゃくしゃにならないようにトランクに詰めたいわけですから、これは持っていかずにこの中に入れていくしかない。ほんでもうトランクでこれを送っちゃおうっていうことでした。 これはじゃあ何サイズ ?B4?B4 ってことかわかんないですね。これは B4? わかんないですはい。まあ、わかんないものはしょうがないので、はい。というところで、やりたいと思います。パソコンさん、あ、パソコンさんもそうなんだけど、なんかコートに色がついちゃったので、染み抜きをしましょう。 ピンクも薄いから結局白と同じ扱いしないとねなんか色がついてたんだよなどっかやります。はい今日はお洗濯もしますしね。はい、というところで旭、えー、川最終日楽しく終わりそうです。 ね、あの、見えないから、裸眼零0.02で生活してるから、光があるからあ、喫茶店だと思って入ったところ、ものすごい音響、もう写真とか映像を撮らせてもらうような雰囲気じゃなくて、で、あの、どなかたかに聞いていらっしゃいましたかと聞かれたので、いや、あの、ちょっと視力が弱くて、光があったから来たんですって。そしたら、いや、うちは、あの、こういう店なんでって、まあ、音響とかこだわってるとこなんで、紹介の人が多いんですと、おっしゃってね。 なので、ね、ちょっと音を少し大きめにしていただいて、クラシックの縁が繋がりましたね。ご縁付け。で、まあ神社は違うところだけども、一応上川という名前のところに、えー、あの神、行きたい上川の神社ではなかったけども、上川という名前のくくりは、まあ五縁付けしました。 ね、で、お寿司屋さんに行って、えー、ちょっと久しぶりにお寿司のカウンターを気分を味わって、まあそういうご縁付けをしました。ね、どっちかっていうと全ては人生ね、縁なんで、えー、どの世界で生きるかっていうところなので、いくらでも セレブの人は、ちょっと庶民的なのを味わいたかったら、それなりの服装をして、そういうところに行けばいいだけだし、反対にちょっとセレブ気分,を気分を味わいたいっていう人は、おめかしして、ホテルとかに行ってご飯をチャーするだけでも違うじゃないですか。すべてはご連で、どこの世界に住みたいかっていうところの話なんです。で、それなりの、 人になっていくというところで、いつでも、いくらでも変えられるのが人生。ぜひ皆さんもなりたい自分になってください。よろしければ、またね、再生リストに書いたりいろいろシリーズがありますから、お読みください。えお読みください。そうそう。えっと、わざとね、テロップとか入れてないんです。皆さん聞く力が衰えているから、ちゃんと聞くっていうところ。 うん、なので再生リストであるので、えー、ぜひ他のシリーズも聞いてみてみてください。 チャンネルボタンはよろしければポジット押して、で、なおかつよかったらいいね、よろしくお願いします。あ、もう一つ感じなところ。私もね、ホームページとか、あの、サイトでね、ドネーション、寄付を募ってるんです。ただ、その皆さんたちのやる、なんちうのかな、お金がなくて困ってるんですっていうドネーションではなく、得を積んでいただきたい。ラッキーポイント、全得を積んでいただくという意味のドネーションです。 はい。同じ寄付でも質が違うので、えー、で、ね、ドネーションすることによってまた返ってくる。純粋な気持ちは純粋に返ってくるんですよ。でそこでもし、なんかこう、まあ、横島なみたいな感じがあると、それは返ってこないんです。なので、そういうミラクル、あの、ちっちゃな奇跡から、いろいろ、ま、体験するっていう部分で、え、ラッキーポイントを積んでくださいというドネーションも募っております。 金額ではないんです。行動をするというところなので、まあ、ぜひこちらもね、えー、試されたい方は試してみてください。というところで、えー、これはどっちにあげようかなちょっとわかんないですけども、旭川最終滞在日でした。ありがとうございます。